ディナン・ビクトル・フュメは、フランスの作曲家、オルガニスト。本名は、ビクトール・フュメで、ディナンは長じてから、気象の激しさをダイナマイトに見立てて付けられた、あだ名だった。トゥールーズの厳格な時計職人に家庭に生まれる。私立の音楽学校で音楽を学び始めると、たちまち記載ぶりが認められるところとなり、在学中に、ありとあらゆる賞金を獲得した。 トゥールーズは死を挙げて青年に奨学金を与えてパリで学業を仕上げさせることを決めるとフィメは街の学体が伴奏する中を見送られつつとに旅立った。16歳でパリ音楽院に進学してオルガンをセザール・フランクに作曲をエルネスト・ギローに指示する。当初パリでは熱を入れて勉強に打ち込んでいたが父親の行き詰まるような教育からひとたび 解放されるや、間もなく、無政府主義者の集会に、足しげく通い、ルイーズ・ミシェルや、ピョートルク・クロポトキン、ジャングラーブ、シャルル・マラートと顔をつなぐようになった。それでも音楽院での勉強は続けていたが、おそらく再起間発の演奏の仕方や、精力的な生き方から、同級生から、ディナンというあだ名を頂戴している。19歳で、ローマ大賞に応募する資格を得て、 エルネストレイに祝福され、カミーユサン・サーンスにはお追従を言われたが、戦外となった。おそらく政治的理由のためであろう。長官が、フィューメに無政府主義的な傾向があることを報じると、取り返しのつかない失敗となり、故郷、トゥールーズでは終分になった。トゥールーズ氏は、自由意志にかぶれたフィューメの奨学金の打ち切りを決定し、父親からは顔も見たくないと言われた。 それでも、まだ音楽院で勉強を続けたのは、セザール・フランクが、自分の最年少の弟子に情をかけ、青年が、経済的に苦境に立たされていることを知ると、自分が、主席オルガン奏者を務めていたセイクロ・ティルド教会に、掛け合って、オルガニストの助手として雇ってもらえるように、してくれたからだった。しばらくの間、フュメは、キャバレー、ルーシャノワールの学団の指揮者を務めたが、やがてその地位を、 友人エリック・サティに譲っている。それからほどなくして、心霊主義に興味を寄せるようになり、霊媒師として有名になった。自殺鬼との末に不思議と生き延びることができてから、神に対する信心を取り戻し、レオン・ブロワに影響されて、キリスト教の信仰に改心した。それでも、オカルトやカバラに興味を抱き、ポマール大コーヒーアレクサンドル・サンティブダル・ベイドル、 スタニスラスドがいたのような人物に会うようになる。この頃に、ポールベルレーヌと出会って、信仰を結び、互いに、君と呼び合う仲になった。南米に渡って指揮者として雇われた後、パリに戻ると、ブラワツキー夫人に近しい一家の女性をめとった。サンタンヌドラメゾンブランシュ教会の首席オルガニストに、任命されてからは、控えめな活動に入ったが、 それでも冬目の即興演奏は多くの監修を魅了した。在任中に膨大な数の教会音楽を作曲して、重要な祝日ごとにその初演を行った。押村区はその多くが散逸している。たとえ冬目の音楽作品が独特な形式や内在する特質によって一人でに目に入るとしても、彼の神秘主義を見逃している限り、その作品を理解することは難しい。 その難しさは、おそらくは、聴衆や一般大衆に受けようとする安易な効果を、知り添けた、宣伝された趣味にある。この波外れた才能を持つ、音楽家は、ありふれた、試練テクだとみなしたものを、作品中に使おうとはしなかった。だから、冬目の作品は、一般大衆にとっては理解し難いものとなる。勝てて加えて、高齢術に取りつかれてからは、亡くなるまでの間、 音楽活動以外では、それが興味の中心となった。そのため、音楽家同士は頻繁に社会的な交流を必要とすることもあり、やがて活発な音楽家の仲間内からすっかり取り残されてしまった。ディナン・ビクトル・フュメの作品は、ありとあらゆる矛盾や両義性を含んでいるが、それらはフュメの孤高で、 独立不器の人柄を特徴づけるものでもあり、フューメの誠実さ、フューメの流行に対する軽蔑が作品をいつまでも独創的なものとしている。楽曲形式は古典的な規範からわざと外されている。実際フューメは大抵独自の形式を考え出した。形式や継続的な転調を安やす,やすと使いこなす能力は比類ないフランス学派におってはいるが、火星や リズム、力強く成功な戦律は独特な感覚を発揮していて、それらが冬目と第一次世界大戦の前後の楽団の主だった流行との違いをくっきり際立たせている。友人宛の指針の中で冬目は次のように説いている。曰く芸術の目的とは自然界を人間化することです。言うなれば自然界を 人間が排した大いの座に釣り合わせることなのです。人間が自分が見つめている死んだ万象ほどには、もはや巨大な存在ではなくなってからというもの、芸術は愛情の要求になったのです。人間が死んだ万象を自分自身に呼び起こします。すると作品が生まれ出るのです。ですからそれを理解するには永遠の時間が必要ですし、生きた真理を苦しみながら生み落とすには人は おのがるたくを感じ取らねばなりません。驚くべきことに、冬目がなくなる頃には、その作品が帰り見られなくなっている。これについて、霊的で洗練された、作曲家自身は、いささかの改逆を交えながら、自分としては不本意ながらも、天が過剰に創作することを許してくれたのだ、と述べた。ありがとうございます。